西暦2000年から2003年ぐらいまでの4年間ですね、全く本が売れなかったんですよ。多分、僕の人生の中で最悪の時期でですね、生涯であんなに苦しかったことなんですよ。なんでかっていうと、どうしていいのか全く思いつかなかったからですね。だって何をしても売れないんですもん。どんな本を書いても売れない。本を書くしか脳、NO、がないのに、何書いても全く売れないんですよ。これね、本当にしんどかったんですよね。で、その時にですね、僕が得たのは、 売れるっていうのは受動体だっていうことに気がついたんですね。つまり面白いことを書くっていうのは能動体なんですよ。だから自分の意思でできるんですけども面白がられるとか売れるとか受けるっていうのは人任せでコントロールできない受動体なんですよ。例えば小説家になりたいっていう人もいるんですけど小説家になるっていうのも受動体なんですね。それを動詞に変換する。小説を書く。書いた小説を持ち込む投稿するっていう動詞 にするとですね、ようやっと人任せではない、コントロールされないことになると。つまり、小説家になりたいと思ったら誰かに見出してもらうっていうふうに発想になるんですけど、小説を書きたい、どっかに持ち込みたい、どっかに投稿したいになると、全部自分がやるアクションのみになってくるから。そうなると最終的に賞を受賞するかどうかだけ、その部分だけが人のコントロールになるんですよ。 他人のコントロールっていうのはゼロにできないんだけども、自分のコントロールでできることをできるだけ増やすことが何かになるということに一番近いんですね。だから、漫画家でも小説家でも何でも同じなんですけど、何かになりたいと思っている人はそれをできるだけこう動詞に転換するようにしてください。ちょっとここら辺、あの、熱くて面倒な話してますけども。